はい、どうも三平です。今回は釣り輪で行うマッスルアップ、リングマッスルアップですね。これを行う際に重要なグリップのテクニックである皆さんご存知のフォールスグリップ、今回はこのフォールスグリップの練習をする際の注意点や練習のアイデアを紹介します。内容は主に注意点の紹介になりますんで、練習しているのになかなか習得できないという方はぜひ一度ご覧ください。ではまずフォールスグリップの握り方をおさらいしておきます。このように普通にバーを握る時のように手に対して真横に握るんじゃなくって、手首の小指側に頭上骨という骨があるので、そこに引っ掛けるようにして持ちます。丸印が頭上骨の位置で、黄色のラインが手に対してのリングの角度です。ではそれを踏まえてリング持ってみます。リング持つと手首の角度が前腕に対してだいたいね90度になります。これがフォールスグリップの基本です。で、今回この手首の角度が重要なトピックになるので、覚えておいてください。はい、で練習方法としては、まず腕を目いっぱい曲げてからぶら下がったり、あとこれができるようになったら次は肘の角度が90度になるところでぶら下がったりとか、これもできるようになったら今度は腕を伸ばしきってぶら下がるとか、はい、で最終的にフォールスグリップで懸垂を行うとか、こういう段階を踏んでいけば必ず、できるようになります。でこういう練習の方法は以前も紹介しました。ただし、いきなり先ほど紹介したトレーニングができる方っていうのは、すでにある程度前腕の筋肉が発達していたり手首の柔軟性がある人に限られます。そうでない方がいきなりこういったねトレーニングすると、ただただ手が痛かったりとか負荷に耐えられずフォールスグリップになっていなかったりします。なかなかね習得できない方はこの状態で練習していることが多いんじゃないかなと思います。で、そういった方に今回お伝えしたいのが、フォールスグリップを行う際筋肉はどういった働きをしているのかまず理解しましょうということです。フォールスグリップを行う際、手首を曲げることで前腕の筋肉が強く働き力を発揮します。ではどういった筋肉の収縮で力を出しているのか、答えはアイソメトリック収縮です。上腕二頭筋を例にアイソメトリック収縮の説明を簡単にします。一般的によく行われる運動として、このように腕を曲げたり伸ばしたりしますよね。これは腕を曲げた時に二頭筋は短くなって、腕を伸ばした時に二頭筋も伸ばされます。こういったね運動は筋肉が伸びたり短くなりながら力を発揮します。それに対してアイソメトリックは関節の角度や筋肉の長さが変わらない状態で力を発揮している状態のことを言います。このように腕を伸ばしきった状態で力を発揮したり、肘を90度に曲げた状態で力を発揮したりと、これをアイソメトリック収縮と呼びます。で、こういった筋肉の収縮を理解した上で、フォールスグリップがなぜアイソメトリック収縮なのかおさらいします。もうめっちゃ簡単です。フォールスグリップ中は手首の角度が固定されて前腕の筋肉の長さも変わりませんよね。はい、それだけのことです。で、ここからが大事です。アイソメトリック収縮は筋力を高められる効果的なトレーニングなんですけど、特徴があります。それは静止している関節の角度や筋肉の長さに対して効果が高いということです。なのでフォールスグリップに関してはしっかり手首を曲げた状態でトレーニングしないと高い効果は得られませんよということです。例えばフロントレバー、これもアイソメトリック種目です。この角度でいくらトレーニングしていても地面と水平にして行うフロントレバーを習得するには効果的なトレーニング方法ではないということです。ではね、それらを踏まえるとおのずと答えは見えてきます。ぶら下がって練習する際もしっかりと手首を曲げた状態でキープして、目標とするフォールスグリップの形をね崩さないことが大切です。逆にどんだけぶら下がっていようと、
どんだけぶら下がる前にフォームをねこう整えたとしても、まあ、しっかりと手首を曲げた状態でキープできていないと効率のいいトレーニングはできていないですよっていうことです。なんとなくお分かりいただけましたでしょうか。じゃあ、手首の角度をアップでお見せするので、まあ、できない方はご自身とね一度照らし合わせて見てみてください。はい、あとねもう一つ大事なポイントがあります。筋肉の強さも大事ですけど、見落としてはいけないのが皮膚です。リングと触れているのは皮膚であって、最初に抵抗を受けるのもこの皮膚です。トレーニングを重ねて筋肉と同時にこの皮膚も強化していかないといけないのに、フォールスグリップの形が崩れてると本来当たってほしいところにリングが当たらずに、いつまでたっても強化したい部分の皮膚が強化できないと。なのでまずはしっかりとフォールスグリップの形をキープして、行える負荷でトレーニングをやりましょうということです。まあ、ここからは練習のアイディアです。まあね、ぶら下がってフォールスグリップをキープできないという方は足をついて始めるのがベターだと思います。こういう感じでね。練習方法は、まあ、特にこんなもんですね。あとは腕を伸ばした状態で手首を90度近くね曲げれないという方は、こう手首がね硬いので、ストレッチもやっぱり、ね、必要ですね。ストレッチもやりましょう。ストレッチのアイディアです。結構ね、こういうストレッチもおすすめです。で、またちょっとした補助トレとして、このストレッチされた状態で指を曲げる。これもなんかいい補助トレみたいです。はい、まあお試しください。まあ、以上が今回紹介したかった内容になります。最後までご視聴ありがとうございました。どうもー。